ベニスの時計塔にある天文時計のレプリカジャコポ・デ・ドンディはイタリアのパドバで活躍した医師、天文学者、時計技師である。今日では時計の設計と製造の技術のパイオニアとして知られている。同じく時計技師であったジョバンニ・デ・ドンディの父親である。ジャコポは外科学、薬理学、天文学、自然科学等の分野で多くの著作を残した。 ジャコポデ・ドンディは、イサクという名前の医師の息子として、キヨッチャに生まれた。パドバ大学に通い、1313 13年にキヨッチャの町医者に選ばれた。1327年頃、ザッカー・オッタ・セントラゴと結婚し、8人の子供を儲けた。1330年に生まれた二人目の子供が、ジョバンニで、天文時計の製造者として有名である。 1334年2月28日、ジャコポは、ドージェのフランチェスコ・ダンドロから、ベネツィアの市民権を与えられた。1342年に、パドバに移り、大学の医学と天文学の教授となった。彼は、ウベルティの一世から依頼されたダイヤル付きの、大時計の建造を監督した。さらに彼は、その設計にも携わった可能性がある。時計は、 1344年にパドバのカピタニアート宮殿の塔に取り付けられた。この時計は1時から24時まで示すことができ、また月齢、月章や王道上の太陽の位置を表示していたという証拠がある。塔と時計は1390年にミラノ人が宮殿を襲った際に破壊された。1428年に作られた時計のレプリカは、 ベニスの時計塔の中にある。彼は1359年4月29日から5月26日の間にパドバで死去し、3序番2000霊堂の外に埋葬された。ありがとうございます。